あ、お二人さん、そんなところでどうしたんだい？もしやもしや、真剣なアベルさんに見とれてた？いやー見るのはただなんだから。メメさん。あ、全然無視しちゃって大丈夫やで。ツッコミとか、そういうのは記憶が戻ってからでいいんやで。わかりました。じゃあ、今のは聞かなかったことに。めいめいそれって無視って言うんだよ。頑張ってる人に対して一番ダメな対応だよ。確かに、こんなに頑張ってるのに。やっぱり私にも手伝わせてください。え、いや、それはちょっと。私がやりたいんです。アベル、ちょっとぐらいいいじゃないかやで。まあ、ちょっとぐらいなら。まあねねわかってるな。このことで問い詰められた時ちゃんと証言してくれよ。はいはいわかったやで。それじゃあてね、作り方とかは大丈夫？はい、アベルさんの作り方を見てたんでバッチリです。任せてください。ふむ、これがきっかけになるかもしれないし、見守っておくか。あ、そうそう、前回のコメントで、こんなの来てたんだよね。しゃべる羊に動揺してなって笑った。しゃべる羊？あ、ワイのことやで、別に動揺することなんて何もないやで。確かに、なんで羊が、なんで羊が喋ってるんですか？あ、動揺してる。いろいろと状況を理解するので精一杯でしたけど、おかしいですよね。まあ、確かに普通じゃないね。逆に疑問やで、なんで人間だけが喋れると思ってるんやで？聞く。確かにそれは、あてね、羊が喋ってたっていいじゃない？だって喋れるんだもの。だって喋れちゃうんやで。なるほど、一つ勉強になりました。それじゃ、学びを得たところであてね、そろそろ変わろうか。え、まだまだ全然いけますよ。ああ、今すぐ建築をしないと死んじゃう病が。大丈夫ですか？ラストスパートっつーかなんつーか。いや全然ラストには程遠いんだけど、そんなのカットしちゃえよって話ですよね。さすがにこの長い道のりは時間かかりますね。アベル、体力は大丈夫かやで？そうだな、だいぶ消耗しちまったぜ。この体力の回復には、アテネの協力が必要みたいだ。え、私の協力が？私にできることなら何でも。それじゃあこれ、この紙に書いてることを声に出して言ってほしいよ。ぐにょ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 。おいアベル、この紙に書かれてることですね。キュルルンとした気持ちを込めて。はい、3219。アベルン、頑張って。うおアベルン頑張るー。やりたい放題してるやで。一体何が？そこからのアベルはすごかった。社会の歯車のごとく働いた。きっと、誰にも止めることはできないだろう。本当に動きが別人のようになってる。これならなんとか終わりそうですね。プシュー、プシュー。シュ、プッシュシュ。やばい、アベルが働きすぎてガス欠になってるやで。大丈夫ですか？はは、そんなわけでね、地下鉄の完成じゃーい。お疲れ様です。まさかこんな短時間で、あ、いや、実際は短時間じゃないんですけど。そうねそうね、俺たちだけが知ってることだね。ほらアベル、早速トロッコに乗ってみるやで。そうだな、俺の頑張りを皆様にお見せしましょうか。それでは、位置につきまして。なんだかワクワクしますね。アベルと一緒でドキドキします？熱造やめろやで。それでは左をご覧ください。素敵な装飾でしょう？アベルさん。そして最終コーナーを曲がりましたら、素敵な壁でしょう？アベル、言いにくいんだけど。やめて言わないで、それ以上はやめて。わかってる、君たちが言いたいことは全部わかってるのよ。この速度なら装飾関係なくね？心の中で思ってるんでしょ？いや、そんなことは、1ミリすらそんな気持ちがないと言えるの？ちょっとだけ思っちゃいました。早すぎて装飾何も見えなかったやで。あ、アベルが壊れたやで。壊れた？壊れたってどういうことです？大丈夫、時間が経てば元に戻るやで。そうなんですか。無事に地下鉄ができたんでね、交渉材料の食料と牛を連れて行こうか。食料はどれぐらい持っていくんです？まあ、小麦人参ポテート、それぞれ2スタックずつでいいんでないかな。持っていきすぎると、こっちの食料が枯渇しちゃうやで。確かに、こちらのことも考えないとですね。牛は2頭ぐらいで十分しょ。ほら怖くないからねー。隙あり、この時を待っていたんですよ。ちょっとレジーヌスワン。え、なんで牛小屋に？いやー、この中はまだ探索してませんでしたからね。何かお宝が落ちてるかもしれません。いつものゴミあさりやで、気にするなやで。へえ、いつもあんなことしてるんですね。じゃあレジーヌさん、お宝が見つかったら教えてね。ちょめちょめ系だったらこっそり頼むよ。手分かってますとも任せてください。これ牛たちよ、お乗りなさい。この速度に耐えられるんですかね？てめえこの野郎、トロッコにも限りがあんだぞ。これ、トロッコに乗せるの難しそうですね。その前に大きさ的に乗れないような。いやー、乗せられはするんだけど、需要とコツが必要みたいだね。まさかアベル、この距離を。え、まさか？自力で連れて行くしかないでしょうにー。ぜー、はー、ぜー、はー。
ラニーさん牛と食料持ってきました。持ってきました。おお、お待ちしてましたよ。それとアベルさん、地下鉄、お疲れ様です。あ、見てくれました？ええ、細部まで凝っていて、すごくいい地下鉄でしたね。ですよねですよね、わかります。あれ、ラニーさん、実はいい人なんじゃ？実は？いえいえ、想像以上に言って言いたかったんだと思います。アベルの発言には気をつけろやで。しゅんまへん。アベルさん、ここは私が。ラニーさん、食料と牛は連れてきたので、村人を連れて行っても大丈夫ですか？ああ、そうだったね、村人。こちらから事情は説明してあるので、大丈夫ですよ。あいつらはもう用済みだしな。え？今なんて。ああ、いや、なんでもないよ。やっぱり悪い人なのか。ええー。アベルが待っとけやで。それじゃあ交渉ありがとうございましたー。さあ村人よ、こんなところからはおさらばしよう。お前の本当のいるべき場所へ。正直何があったかはわかりませんが、あんな、牢屋みたいな場所でずっと。恐ろしい場所やで。細かい説明は後で話すんで、一名様ご案内。ひだー。それじゃあ二人目も、ってなんだなんだどういうことだ？ボートに乗った状態でトロッコに乗ってますね。しかもゴブリン付きやで。ええー、面倒だ行ってこーい。ひだー。そしてラストの三人目。ひどえふう、一仕事終えたぜ。みんな断末魔をあげてましたけど、大丈夫ですかね。まあ、最初は仕方ないやで。なあなあ、俺たちをどこに連れてくつもりなんだい？まあまあそんな心配しないで、荒波はいつだって自分で引き起こすもんなんだからさ。何わけのわかんねえこと言ってるんだ。めめさん、私もよくわかりませんでした。それでいいんやで。そんなわけで、みんな集まったみたいだな。この人たちが地下の村の？ねえねえ。この人たち誰？いろいろと説明も兼ねまして、第4回、今後どうしていこう会議。あ、4回目なんですね。アベル、説明頼んだやで。うむ、こちらの3人が新たにこの拠点に加わった新メンバーだ。前に話した、重労働をさせられてたって村人ね。あ、この人たちが。それじゃ、ダイアンさんから順に挨拶お願いします。ボソ、ボソボソボソ。聞き取れませんでした。あ、よろしくお願いしますとのことだよ。あ、うん、よろしくね。よろしくお願いします。それじゃ次はグレニスさん。グレニスと申します。あっちの村でのことに関しては、あまり、話したくはありません。うんうんそうだよね、全然無理しないでいいからね。それじゃ最後、ロデリックさん。あ、ロデリックだ。あまりお前らと慣れ合うつもりはない。だが言われた仕事はしっかりとこなす。そっか。なんだか空気が重たいですね。まあ、今までのことを考えると仕方ないやで。あ、レジーヌさんたちも挨拶してね。いや、君たちよりも先輩のレジーヌだ。目上の人間への口の利き方には気をつけてください。同じく先輩のアンジェリンだ。よーし、一旦ちょっと挨拶やめようか。なんか、さらに空気が重くなったような。ボソボソボソ。え、何？あ、仕事についての説明はだそうです。ああ、はいはい、仕事ね、仕事。それはまた今度にしよっか。今回はとりあえず解散で。え、この空気で解散ですか？逃げたやで。やっぱりさすがに、初対面で仲良くとはいかないよね。今すぐ解決できることじゃないですし、ゆっくりと時間をかけてですね。そうそう、氷を溶かすには時間がかかるのよ。俺がいたら一瞬で回答だけどな。でも、さっきの雰囲気凍りついてましたよ。それは全部レジーヌさんが悪い。私？それよりアベル、今は何を作ってるやで？ああ、これは食用ブロックだね。まあ紹介はまた今度で。さあ、リターン地下の村だ。え、また戻るんですか？前回ラニーさんが言ってた、クリスに会いにね。もしかして、記憶関連やで？イエスその通り、なんと言っても世界一だからね。なるほど、世界一なら何か手がかりが。オラーアーク様がクリスか？何よ急にびっくりするじゃない。なんで脅かしてるんですか？あ、ごめんなしゃい。薬剤師のクリスさんですか？薬剤師のクリスは私のことね。おーん。アベルさん、どうかしました？いや、クリスさんって女性なの？女性に対して女性なのって失礼じゃないかしら？そうですよアベルさん失礼ですよ。謝れやで。ごめんなしゃいパート2。それで、私に何か用かしら？クリスさんがプロの薬剤師と知ってのお願いなんですが、プロ、記憶喪失を治す薬ってあったりします？何よそんなこと、あるに決まってるじゃない？本当ですか？その、お値段はいくらぐらいなんです？そうね、エメラルド100スタックぐらいかしら。ひゃ、ふぅ、アベル、払えそうかやで？無理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 払えるわけないだろ。100はさすがにちょっと。それなら、依頼の報酬としてならどうかしら？依頼？教えてください、その依頼内容。依頼内容は、コボルトから私の旦那を救出してほしいの。受けてくれるかしら？コボルトって？いいでしょう、受けましょう。アベルさん。クリスさん、あなたが薬剤師のプロであるように、俺たちだって冒険者のプロなんだぜ。プロ、わかったわ、それじゃあお願いするわね。プロとして全うしてみせますとも。受けてくれるのはありがたいんですけど、大丈夫なんですか？大丈夫、多分何にも関
考えてないやで。まあまあ任せてくださいよ。プロとしてね、あんた、いい男じゃない？うーん。